はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極テクニカルバトル最後の波紋を受け継ぐ男、青の指令編ですね。こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティの方を見ていきましょう。まずはリーダー光太郎ですね。魂、決死、トレードパワー、命の代償を入れてます。品質セットにトレードパワーですね。で続いて、光太郎です、光太郎じゃない、屋上ですね、死神見習い怖くないぞを入れております。続いてしげちですね。何も湧き上がるけなすやつは許さねえを入れております。続いて、スタンバイにはオラ太郎ですね。生命時期やらせて仲間連携を入れております。そしてフレンドにはですね、ムダリオですね、迎えてます。では参ります。まあ、私のね、光太郎はそこまで火力が強くないので、どこまで戦えるかっていうところもあるんですけどね、頑張ってやっていきたいと思います。ではまずはしげちで、しげちですね、倒していきます。さあ、まずはいらない障害物をなくしていきましょう。ターンスキップしてしまった。これが怖い。ターンスキップが怖かったです。しちゃったか。残念なところになっております。ターンスキップをしたおかげで瀕死になっております。先制されてきて、ここはあえなく倒れていく。さあ今度は停止が怖いですが、そんなことは言っておられません。なんとか持ちこたえられそうな気配がします。大丈夫でした、よかったです。では行きましょう。ターンスキップは怖いですね。と言いつつ走ってしまった。ターンスキップしてしまう。逆に良かったのかどうなのかわからない状況です。偶然が偶然で、でミスっております、ミスっております。こんなはずではなかったというような感じで進んでおります。さあ行きましょう、気を取り直していきましょう。
ACDC が出てきましたが、まあ、ここも マリダーですね。さあここでついに満を持して、大変なことになっております、大変なことになっております。一応倒せそうな感じではありますが、30連で倒せました。はあ、やられております。さあ自分自身になぜか倒されてる感じがしますね。さあここも30連で倒していきたいと思います。30連じゃないですね、光太郎 CS で倒したいと思います。いやー、自分自身にやられたっていう感じですね。スキップして一応 CS を打っておきましょう。狙っております。ここで光太郎ですね、屋上か、屋上ですね、回復しておきましょう。スキップして、またターンスキップするかな、ゲージ貯めておきましょう。ターンスキップしちゃいました。そしてゲージが満タンになったので、なぜ初めから CS でいかないっていうのがねあるんですが、私自身が本当に私のコータルの品質セットを信用してないのが、もう全ての結果を生んでおります。さあ行きましょう。大変なことになっております。さあ自爆に引っかかるが、うん、これは大丈夫。では今度はしげちで、さあ倒せました。さあ続いて、問題のですね4ラウンド、さあここの CS で倒せるのでしょうか。なんと倒せておりません。さあどうなる、
倒せましたね。無事倒せました。ちなみに私のコウタロウも火力はですね、おっとここで出てきた、あ、シアハのおかげでなんとかですね、私のコウタロウの火力は10万ギリギリ超えているということですね。なのでそこまで信用しないっていうのがありますね。さあシアハのおかげで バイクが止まったのでなんとかね行けました。さあ行きましょう、最終ラウンドですね。行動カウントが3以上になるとすぐに行動していくんですね。まあもういいでしょう。刺激でサクッと倒しちゃいます。さあゲージが溜まりました。ゲージが溜まりましたが、ちょはい、気を取り直していきましょう。一番やってはいけないことをねやりましたね。もうゲージを溜めるだけでいいんです。色気を出しちゃいけないです。回復しようとして接触してはいけません。ここは色気を出さずにきっちりと倒していくことを考えましょう。ゲージがマックスにどっちみちになってまいります。やりましたと思ったら自爆してた感じですかね。さあこれで全滅しちゃいました。しかしドラ太郎がスタンバイにいるので大抵のことは大丈夫です。さあドラ太郎でこれでサクッと倒すことができました。はい、無事にクリアしました。いやかなりグダったね、内容でしたけども無事クリアすることができました。ありがとうございます。最後までね動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサマ対